おはようございます。黒バラ軍団の高太郎です。本日のターゲットホールはシャトル堺店さんです。本日は並び順での入場となっております。朝一の立ち回りなんですけども、過去に何度かお邪魔させていただいたことのあるホールさんなので、傾向が変わっていなければ、酔い腰ゾーン狙い天井狙いで立ち回っていこうと思うんですけども、まあ、朝一は、そこまで率先して狙っていくような強い台がありませんので、まずはしっかりと状況が変わってないかという確認、リセット確認からしていきたいと思います。現在 B ランクで1勝中ですので、連勝を目指して頑張りたいと思います。それでは実戦よろしくお願いいたします。おはようございます。鉄拳サード、前回来た時は2台か3台ぐらい出目変わってたんですけど、今日に限っては変わってないですね。北斗の拳転生のショーが6台ありまして、この角2台と一番向こうの角が出目が変わってますね。なのでガックンチェックができるとしたらこの3台だけっていうことになりますね。じゃあ他見に行きます。バラエティコーナーの化け物語なんですけども、まあ、出目は変わってないので、まずはこれから、ガックンチェックしていきたいと思います。ではガックンチェックします。ガックンなしですね。鉄拳サードガックンチェックします。ガックンなしです。ガックンなしですね。アレジンが全部で4台ありまして、昨日4台ともアレスロついてたんですけど、ついてますね。アレジンに関しては据え置きですね。さあ行こうか。あ、ストラダスこれゼロゲームになってるんでリセットですね。払い出し完了しました。さあ行こうか。これもリセット。払い出し完了しました。さあ行こうか。これもリセットですね。払い出し完了しました。今朝一ホール内入場して、状況をチェックしてたんですけども、まあ大体が据え置きなんじゃないかなという思う状況の中で、ただストラタスが前代3代ともリセットかけられてたので、まあちょっと機種単位でリセットとかがもしかしたらあるのかもしれないんで、まあ、据え置きメインやと思うんですけども、まあ、ちょっと慎重になりながら、まあ、今現状ちょっと狙っていけそうな台はないんですけども、まあ、ちょっと慎重めにしっかり、まあ、打つにしても、挙動確認しながら、立ち回っていこうかなと思います。はい、このパチスロリングなんですけども、現在ノーボーナス、まだ1ゲームも回されてない台なんですけども、まあ、今ちょっとだいぶ長時間全く打てる台がないという状況で、まあ、ホール機種単位で見てますとストラタスが3台あって3台ともリセットで、黄門茶間に関してもリセット挙動リセットなんで、まあ、機種単位でリセットかけてるのかなと思う状況で、リングが2台稼働してて2台とも朝一で当たってるんで、リングに関してもリセットかもしれないので、まあ、一応確認の意味も込めてこの台を、とりあえず100ゲーム付近まで回していきたいと思います。はい、ちょっと広角に引っ張られてしまって114ゲームまで回してしまったんですけども、まあちょっとリセットかって言われると 100% そうではない、まあ、どっちかというと据え置きっぽい感じがしたので、まあ、これはまあ、とりあえずここでやめて他に移動したいと思います。はい、このドリームジャンボなんですけども、現在34ゲームの台で、まあ、前任者が打ってられたところを見ていると、まあ、前兆中の数字が、434とか
まあ、何回か出ていたので、まあ、ちょっと前兆中の可能性があるかなと思いますので、ちょっとだけ回してみたいと思います。これ1万6000分の1で、まあ、設定1から5で6だけ6万5000分の1なんですけど、で 75% で毎ゲーム111ゲーム以上乗せてくれるんで、まあ、平均がだから400以上らしいんで、ちょっとねめっちゃ頑張りますわ。これいきます。2回目いきます。右から動けばシャー右赤カーカー111右から動けばシャー右から行った666右から動けばシャー右赤左うわーまだ177右から動けばシャー右左赤これはすごい。右から動けばシャー右赤左カーあと1回行ったら4桁行くんでえぐいですね。動けばシャー右赤110ってことですね。右から動けばシャー右赤左カー右から動けばシャーあーこれはまあ終わりましたけど終わりましたけど1200 4桁いやこれはありがとうございます。素晴らしい。ドリームジャンボは純増3枚なんで、まあ、1200ゲーム単純計算で、まあ、約3600枚か4000枚近く出るっていう計算になりますね。だいぶ、まあ、なかなか今打てる台がない状況だったんで、まあ、だいぶ助かりますね。ここから残り7ゲームカウントダウン7ですね。 BGM が消えれば継続確定になります。ビンゴみたいな感じですね。ラスト1ゲームです。はい、終了ですね。総獲得枚数が3684枚でした。はい、7ゲームぐらいですかね。すいません、ちょっとデータカウンター上では1ゲームになってるんですけども、ここでやめて他に打てる台探しに行きたいと思います。
い、このアナザーゴッドファーデスなんですけども、現在886ゲームでやめられている台なんですけども、まあ、朝からホール内回ってて、まあ、なかなかこういった期待値のある台っていうのが見つからない状況で、まあ、今これ時間結構かかってしまうんですけども、天井狙いしてしまうと、まあ、でも今他に打てそうな台も全くないので、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。から打ち始めて、まあ、全然期待値はあるんですけど、まあ、それは確定役込みの数値なんで、まあ、確定役入れなかったらまあ1000とかぐらいは欲しいんですけども、まあ、このホールさん結構ハーデスが人気高くて、稼働がすごい毎回高くて、まあ、平均設定自体ももしかしたらベースが高いという可能性もありますので、ちょっとね遠いですけども打っていきます。896ゲーム、右上がりキララです。今ブーンっていう振動来たんですけど、うわマジっすか。ちょっと今日はどうしたんですかね、マジで。いやありがとうございます。927ゲームごとぞろいです。いや素晴らしい。しかも早かったんで、まあ最悪天井間際で当たるっていうことも全然考えられた状況やったんで、これ最高の形ですね。いやーちょっとなんか逆に怖いです今日は。
人がペルセポネ出てきてくれましたね。頑張って200ぐらいは目標にしたいと思います。163枚の獲得でした。はい、32ゲームでループもないことを確認したので、ここでやめて他に移動先探していきたいと思います。ありがとうございます。回収が4532枚でした。今ハーデス打ち終わってから1時間ぐらい経つんですけども、なかなか空き台、期待値ある空き台っていうのが、出る様子がなく、まあ、これ以上閉店まで粘ってればあるかもしれないんですけども、まあ、なかなか難しいんじゃないかなと思いますので、まあ、出玉も今日は確保できてますし、ここで出玉流して実戦終了させていただきたいと思います。ありがとうございます。回収が930枚でした。実践終了いたしました。本日の立ち回りなんですが、朝一からなかなか打てる台が見つからない中で打った、ドリームジャンボが、
まあ、運よく4桁乗せすることができまして、その後打った天井狙いで打ったアナザーゴッドハーですが、確定役を引けるなど、出た場面ではかなり運に助けられた部分があったんですけども、まあ、朝一から、なかなか打てる台がなかったんですけども、まあ、安い期待値っていうのを打たず、高い期待値を追い求めた結果が本日のいい結果につながったんじゃないかなと思います。本日の結果ですが、投資が329枚、回収が5462枚、3枚がプラスの5133枚でした。これで B ランクで2連勝することができましたので、次回も勝って A ランクにランクアップしたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。Thank you.